大丈夫かな。お、どうした。なんだなんだ。あ、ちょっと プレイヤーにも伝わるようになんか言葉で。あら、かわいい根性。なんかいかにもね、お土産屋さんにありそうな。いやでも甲冑少女いいんじゃない。怪しすぎんだろ。なんだこの落差。2000ゴールドとだけ言われたら絶対買わないぞこれ。あー、この顔は2000ゴールドはちょっと高そうだけど、でも20万のが2000で買えるんならなって感じだろうな。アイテムトラップを買え。死ぬぞ。さっき赤毛の女の子はひどい目に遭ってたぞ。ミノタウロスだったらこの甲冑も普通に叩き割れたりするんだろうな。止めてあげよう。お、これも気になるよな。日付が間違ってる。あ、つか、もう1週間経ってるんだ。え？なんか時間の流れがおかしいというそういうあれか。どういうことなんだ。この店だけ時間の流れが早い。ってことだよな、これは。うん、ってことは、裏を返せばさ、もみあげ屋さんに勤めれば、2時間くらいの勤務で、通常の4、5時間くらいの給料もらえたりするかな。そんなわけないか。内部時間は変わらず、では、やっぱ2時間だからな。俺は一体何を言ってるんだ。うん、まあ悩んでも仕方ないよ。うん、それふっもういいや。ボディ狙った方がいいっていうのはあれ服着てるからだからね。 あと意外に腹筋って下腹部狙わない限りはね、それそこそこ丈夫だし、服があるからそれなりにね、緩衝材になったりするから、どうでもいいわな。タイミング的に次の、さっきの子が次の対戦相手なんかな。うん、何回か試してるってこと。あ、でもこの店だけ時間の、あ、まあそれは後で考えようか。別の可能性ちょっと思いついたけど、まだいいわな。また？7月18日、父がどっかの神殿でその不老不死の儀式を行っているらしい。私は父を止めるために思い当たる場所を探して回った。マヤカシ神殿、パンティノン神殿、主だ主だった神殿は回ったはずだが姿はない。まさか辺境の離れ小島ウエスター島かもしれない。私は島に向かうことにした。しかし今まで島民はどこでもいたものだが、ここ数日は全く見ていない。それと同時にエロゲーム島全土で怪物がうろつくようになった。おう神よ、一体この島に何が起こっているというのですか。怪物、さっきの神殿めっちゃいたな。つかよう外に出てこないな。それだけか。
まあかつても怪物がうろついた事件が起きていたってことが分かれば十分かな。不老不死の儀式と全く関係ない要因の可能性はあるんじゃないかなって思うけれど、まだ結びつけるには早いよね。同じ大体同時期に、まあ、そんな感じの事件が並行して起こっていただけですよの可能性も。まあ、信用商売だからな。商売ってのは信用を売り買いするものだからさ、信用失っちゃ成り立たないよ。いや、先にお姉さんを預かりたいというか、引き取りたいというか、身受けしたいというか、多分マジで言ってるよな。で、UFO キャッチャーアーム、なんだこれ。UFO キャッチャーのアームってそういうのじゃないから。いやでも説明文見る限り普通に強そうなんだけどさ。いやまあ買いますよ、お金あるし。コールエネミーか、使えそうではあるんだよな。店を出あーっとまだあるのか。いい趣味してんな。スライムが出現するわ。これどこでも出現するようになったっていう意味なのか、それとも次のここに出現するという意味なのか。横に長いのが特徴。これさ、じゃあうまく立ち回ればさ、ものすごいトラップコンボが狙えるんじゃない。スパンキングハンドとバネトラップで往復させるとかさ。なんだこの形状。よし、張り切っていこう。ファイト。白と黒のカラスと呼ばれた二人のマジャが、マジャでいいかな。はーん。まあ、元気娘はいいよな。あれ、知り合い？もしかしてグリとグラか。あの絵本すっごい好きだったぞ。多分実家に今でも全巻あると思う。ね、パンケーキを作ったりさ。面白かったな。なんかまた読みたくなってきたな。あなたを追いかけてきた。うわ、情熱的。マイラブパッション。あ、ちっちゃいんだ。甲冑だからちっぱいなのか、ちっぱいだから甲冑なのか。さっきの赤毛ちゃんはどうなんだろう。なんだなんだ、男でも寝とったか。あー、なるほど、そういうことか。そういうことか。で、その時の何がしかが忘れられなくて追いかけてきたって、まあ語弊はあるけど大体そういうことだろうな。お股を押さえている。ごめん、もうデススパイク結局使ってないけどさ。うんね。これ使わないとダメでしょ。多分使わなかったら俺いろんなところから怒られるよね。うん、仕方ないんだよこれは。あ、しかも身長低い。身長低くてちっぱいで、甲冑でなんか体験を背負ってる。これはなんだろう、なんとなくの予想だけど、このゲームで人気投票したら結構上位に来そうな子だという印象を受けた。あ、声かわいいな。あれあれあれ、入れん、どういうことか。あ、なるほど、スイッチがあるのか。ごめん、待って、まだ来ないで。
あれ？ちょっと待って。いやー仕掛けられた。おっと。なんで？あ、ちょっと待って、今仕掛けられてたの？ごめん。ちょっと、後で動画見返して考えよう。今何が起きたんだ？しかも投げ！投げ！強いし！うわぁ、これいいのか？長い。ちょっと待って、マジでバイタルが戻らない。うわ、ちょっと、うわ、浴場ゲージが完全に何してる。あ、トラップ解除してるのか。あれ、ボタンどこに入ってたっけ。あー、なるほど。あれ、ちょっと待って、今どこだ。ここ、あれ、あーいち、ひどいことになってる。ちょっと待って、待て、こんなになるんだ。うーわ、ひどい、全く動けない。グラちゃんさ、早く宝の回収 してくんない？なんかもう負けてもいいやってなってる。ここまで見事にかかっちゃったら、無理かな。危なかった。なんかさ、長いし、いろいろ効果は高いし、強すぎない？うわ、待って、危ない。あー、向こうの方落としてるな。まあ、向こうの方のは、あ、でもあんまり仕掛けたら俺が向こうに行けなくなっちゃう。ほどほどで止めないとな。そや、出口どこなんだ。あ、キープアウト、ゲットアウトヒアナウ、こっか。ここだね、よーし。これがめんどくさいな。扉、なんかいる、なんか来た。うわっ、ギャー。グラちゃん頑張れ、頑張れグラちゃん。ごめんね、勝負の世界だから。うわ、痛っ。頑張るな。ごめんね、そういうゲームだから。うわ、
これは。ごめんねグラちゃん。グラちゃん。なんかさ胸が痛い。うわ来た。あもうこの状態だと調べられないのか。おい空気読め。うわいやうわちょっと抜けられない。うわ危ない。あっうっせやろ。ちょっと待ってマジで辛い。ここもしかしてさ出口本物と偽物があったりとかあるんかな。どこよマジで。意外にこの中央付近とか危ない危ない荒ぶってんな。ちょっとスライムは可能な限り排除しとこう。グラちゃん、うわーい、こんなことしてる場合じゃないだろ。あ、これか。疲れた。マップの大往復になんかもうなんかトラブル多すぎん今回。ああ結構胸が痛かったぞ。なんかグラちゃん回収してきたかったな。でゲームシステム的にできるならだけどね。なんか後で近所の美味しい店にでも連れてってあげたいな。お好み焼きでもおごってあげよう。はあ、収穫が動画的にはあったんじゃないですかね。だいぶ、うん、はあ、タリスマンなのか。大事なものを持ち歩いていて大丈夫なのかな。それこそ預かってもらうべきじゃない。うん、日が沈むまでこの島で父の姿を探したが見つけることはできなかった。仕方ない、今夜はここで眠ることにしよう。だんだん丸みを強める月にもうすぐ満月であることを感じる。ふとその月明かりの下の本島を見ると私には父がどこで儀式を行っているかが分かった。まさかあんなところで行っているとは自分でも信じられなかった。私は明日大急ぎで本島に戻りその場所に行こうと決意した。うん、自分の日記に指示語満載っていうのは、まあ、それだけ信じられない場所ってことを意味してるのかな。ところで今日この島で久しぶりに人と会った。島民ではなく よそからの旅人らしいが今は冬かと聞いてくる。今は夏だと答えるとそんなはずはないと戸惑っていた。時間の流れ、もみあげ屋の時間の流れが早いじゃなくてこの島全体が遅いってことなのかな。あるいは遅くなったのか。
まあ早くなったとも考えられるか、この文面なら。ありのまま今起こったことを話すぜ。自分がこの島へ向けて出発して到着したのは冬だったはずなのに、いつの間にか夏になっていた。何を言っているのかわからねえと思うが、王子にもわからなかった。それにしても最近私の顔が妙にかゆい。どうも顔の産毛が最近異様に濃い気がする。男性ホルモンが分泌されるとなんか顔のねヒゲとかが濃くなって、なんか頭頂部の髪の毛が薄くなるみたいな、そういった話は聞いたことあるけれど。おいおい、じゃあ私は男性ホルモンが濃いのかい。どうでもいいか。男性ホルモンがね増えて体毛が濃くなるよりも単純に男らしくなりたいよな。まあ、男らしいっていうのはどういうのかわからんけど。ウェスター島から夜見えるもの、マグマカルタ、どっかで聞いたな。これね、あのパロディだってわからなかったら打ち間違いかなって思うよね。あのキーボードで隣だし。夜に見えるものでマグマカルタ、あーなるほど、灯台的なやつがあるかな。デッドボール、意味がわからない。相手を開脚させ攻撃を直撃されてる。開脚って普通にさ顔面とかさ胴体とか狙いやすい場所いくらでもあるじゃん。